国鉄蒸気9600。米坂線宇都峠のふもとにある小さな駅瀬の湖、今蒸気機関車9600は短い客車を引いて山越えに挑む。東北の米沢市と高松の間、小国街道に沿って東西に走る 90.6 キロの山岳鉄道を米坂線で働くこの機関車は、1913年大正2年、初めて日本人の手によって作られた大型車両、通称16という。大正2年に第1号機が生まれて以来、15年まで13年間にわたって784両もが製造された。その96は購買用として、また貨物用として期待通りの性能を発揮。鉄路あるところ96ありと日本全国で活躍した。